レト教授とドライブ、ブーン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 、キキーウィーン。やあルーク君、ご機嫌はどうだい。教授なのに軽自動車なんですか。ブーンどうもこんにちは、シンプルでカジュアルトムです。マッサーのシーン。おいおいおい、撮影中にガム食べんなよ。あ、いや、これ、持つ。持つ。じゃあ今回はラインフォード氏の親友について街で聞き込みをやっていきましょう。イエーイ、あっしゃー、シャルウィダンス。あ、シャルウィダンスするの、ルーク君と。いやです。よし、じゃあ行くぜ。行こう行こう。こっち側どうだ。苔しか生えてねえな。お前、苔で苔んように気をつけろよ。なんか測れた、持つ吐いた今。噛み切れんかったわ。安い持つやったけ噛み切れんかったわ。あ、謎や。明らかになんか落ちとるもんね。うん、先生、何か落ちています。ん、どれどれ。これはノートの切れ端のようだね。何が書いてあるか読めるかい。ご主人様がわしの人形を褒めてくださった。え、しがない人形職人のわしに生きがいを与えてくださったご主人様の恩に報いるため、マジ？もっと腕を磨かなくては。え、誰かの手記のようだね。うん、ご主人様ということはラインフォード氏に仕えていた誰かのものだろうか。なんか発音おかしくない。ご主人様の望みで身の回りの世話をする人形を作った。何？ご主人様も気に入ってくれたようで何よりじゃ。え、メイド型ロボットってことやろ多分それ。はそうなんかな。これで終わりです。人形を作る職人さんでしょうか。うーん、気がかりとなるのはメイド型かどうかというところだけだ。そんな性癖出すな。教授が。あ、おるやん。おるね。おう、レト教授。ライファルさんとは口も聞いたことがないな。こっちは庶民様の。そんなことよりな、あー、弱ったな。お、弱ってるね。何か困りごとですか。それが遠から聞こえるあの音が気になって、このところよく眠れんのじゃよ。あの音は一体何なんですか。さあ、詳しいことは知らんが、あの音が鳴ると必ず誰かが消えてしまうらしいんじゃ。それもな、疲れてるとか眠れないとか体の調子が悪い人に限ってなんじゃ。ほうほうほう。まあすぐに戻ってくるという話だから関係があるのかどうかわからんのじゃが、多分めっちゃいい感じに直してくれるんじゃろうね。予想入れんなよ。あの音が鳴るとき人が消える。ほう、映画のタイトルみたいだね。そうやね、うん、ラモンさんを連れ去った人さらいの老人と関係があるのでしょうか。うん、そうかもしれないけど、僕はないというふうに踏んでいるよ。さらってすぐに解放するとしたら何の意味があるんだ。アドリブ入れんなよ、たまに。ブレるんよ、レイトンの意見なのかお前の意見なのか。うるせえ、黙れ。うわ、応募、ただの応募。あ、プッカだ。プッカや。先生、探し物は見つかったかい。おいらの謎だし。そんな短かった今の文章。謎アイスイーって言ったけど。チョコレート。チョコレート。縦に5列、横に6列、計30個のブロックに分かれた1枚の板チョコがある。嘘やん。いや、嘘じゃない。あるやろそれ。これを割るときにはブロックの境界で縦か横を一筋に割らなくてはいけない。うん、また2枚以上重ねて割ってもいけない。うん、これを30個のバラバラの小辺にするとして最低何回割らないといけないか。え、はあ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 。ああ、ね、なるほどなるほどなるほど。見たらダメなんだね。まず一、うん、二、はいはいはい、三、四、五、はい、六、七、八、九、九、九でも、うん、あ、そっ、重ねて割ってもいけないんじゃない？これ重ねてなくない？ああ、そっか、横に広げて持って割るってことか。そう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 。なるほど、うん、そう考えたら9やね、確かに。そう考えたら9やけど、これ言っちゃっていい？教授。まあいいぜ、教授。9で言ってみるか。うん、別にこれ間違ったら別に俺の給料下がるだしだっけ。別にいいやろ。なんでカミカミだ。あはは、給料が。給料が不愛想なん、給料も。謎解けるごとにね、1万円上がるんよ。それせちがれな、結構せちがらかろ。うん、マジでやめて。まだこのシリーズ3万ぐらいじゃない。バレた。ヒント見るわ。うん、最低何回割らないといけないかという聞き方は、実はどんな割り方でも答えは同じ。待って、実際に割ってみようや。うん、
今までありがとうな、パソコンのディスプレイ。おいおいおい、パソコンのディスプレイワンだよ。板チョコ普通に買ってくる方がいいって絶対。いや、マジで。うん。ちょっと、待って待って待って。あー、行っちゃった。うん、行っちゃった。うん。違う、そうなんよ。それが言いたかったよ、僕も。うん。最初30やん。うん。次また15になるやん。30、これが15になることね。そうそうそう。うん。で、それを、半分にしたら、これをさらに半分ってこと？うん。あ、じゃあやっぱりこういうこと？一回一回。あ？あ？めっちゃ怒られた。めっちゃ怒られた。結局、30をどんどん2で割っていけばいいんじゃない ?15 回 ?15 で、次2で割って、7やろ、7余り、1余ったけんや、2で割って、3、2で割って、1、1、2、3、4、4回じゃない？え？ほんとに？マジ？どう？え？ほんとに？いや、教授意味がわかんない。教授マジで意味がわかんないよ。まあ、違うやろね。お前、ルーク！マジ？待って、僕も意味わからんかったもん。マジ残念、あいつ。残念って言った。マジ断念。ルークはマジ断念。マジ断念って何？2つに割れば合わせて3個。2回で3個。3個のうちどれでもいいから2つに割ると合わせて4個。3回目で4個。ん？ 2 個のうち1個をまた2つに割れば合わせ、あ、行こう。うん。重ねて割ることができないので大きさに関係なく、どれか1個を1回割るごとにそれが2つになる。つまり全体で1個増えることに気がつけば答えは出てくる。は？おっと？まず1回割ると2個になるやん。うん。次割ると3個になるって言ってろ。うん。2回割ると3個。じゃあ30回割ったら31個になるけど29回ってこと。29回本当に？は？本当？これで違ったらマジちょっと電話するわ、レベル5に。レベル5に、うん、絶対しろよ。絶対しろよ。いや、さすがにするよ俺。さすがにするよな。29回よ。私の回答29回。さすがに電話するよ。そうなんすかい。しませんやったね、やったね。すごいすごい。あ、重ねて割っちゃいかんってやっぱそうなんや。やっぱじゃああれか、平べったく持ってもダメだよね。そういうことね。へりくつかそれは、うん、なるほどね。じゃあ俺らの耳寄り情報を教えてあげるよ、うん、この町で美味しいものを食べようと思ったらまずは食堂だね。クルトさんの作る料理はどれも絶品で飽きが来ないのさ。一度は行ってみるといいよ。ああ、はいはいはい。うわ、世界地図は一応いいな、いいな、世界地図。世界を感じれる。じゃあクルトンさんの料理食べに行こうか。クルトンさんの料理食べないかんっぽいね、これ。うん、あれやろ、ちょうちんあんこうの姿揚げやろ。ちょうちんあんこうは姿で揚げたらいかん。多分まずいそれ。お前が思う絶品料理何？俺が思う自分の絶品料理、うん、今まで食べた中で一番おいしい料理。今まで食べた中で一番おいしい料理なんやろ。カツカレー。カツカレー。腹減っとバカが食うやつやな。おいおいおい、勘弁勘弁。ちなみに僕はお母さんが作った料理かな。全部絶品やし。うざこいつ。お前はカツカレーなんかもしれんけど、うん、僕は母さんの料理が一番好き。はい、行こうか。まあお前親のすねかじりまくっとけんな。いらん情報つけたさんでよろしい。じゃあ行こう。かんちゃん、ラマさんは見つかりましたか？ええ、おかげさまで。それはよかった。せっかくだからここで休憩でもしていきませんか。こんな爽やかなやつやっけ。あれ、困ったな。計量カップはどこに行ったんだろう。すぐなくすやんけ。どうかしましたか。16リットルある水を8リットルずつに分けたいんだけど、計量カップが見当たらないんだ。この9リットルと7リットルのカップでうまく分けられないかな。お前いつもそれしてんな。いっぱいカップ持っとるね。いや、60ピカだったらやばいでしょ。ほんとや。水で満たされた16リットルのカップと空の9リットル、7リットルのカップがある、うん、カップにはメモリがないのだが、他の道具を使わずに16リットル、9リットルのカップに8リットルずつ分けてほしい。まず、なんだろう、7と9か、7と9足して16でしょ、ま、うん、そしたら、どうイレギュラーを作っていくかっていう話よね。まずは9だと思うんですよね、私。お、いいよ、まず行ってみよう、9で、ここで2を作る。ほうほうほう。で、ここで14にしようかっていうところなんだよ。14にして、うん、ここまでは俺は合ってると自分では思ってて思ってる、うん、これで7入れたら7だから、じゃあ7に入れて7。これは何をしてるんだ。同じことしたね、今。戻ってきちゃったね。ああ、2をどうするか、うん、こっちに入れる、うん、入れてみて、それを9に入れる、うん、で5でしょ、うん、7。じゃあ、分かった、この要領で、うん、2を大量生産していくんじゃないの。なるほど。いや、解決になってね。いいな。違う、うん、2を7リットルに2を入れてよ。7リットルに2を入れました。そして9、5やろ。うん、9入れたら5でしょ。うん、で、9を7に入れる。4作るってことね。うん、うん、4、4リットルっていう数字、うん、結構好き。
なんでなんでそうなったの最後あ、まあまあいいや。4で9リットルを、うん、から3引いたら6、うん、そっち入れよ。あ、待って待って、待って、結構いい感じなんじゃないの。いい感じになってきた。あ、待って、これいけんじゃないの。いや、いや、やばい。あ、いいよ、それをこうやろ。9に入れた、1、うん、あ、で、それを7リットルに入れる、うん、1よ。違う、そっちじゃない、そっちじゃない。それを9に入れる、うん、それを7に入れる、うん、9を。あ、よいしょ。待って、窓が開いとけ。めっちゃ外にあが響いた。ちょっと待って、これやばい。ちょっとルーク君喋りよって。喜びの瞬間なんてことしようて。あいつママさん、しっかりしてくれよ。だぜ。あぶね。今しっかりしてくれよ。窓開いとうの忘れとった今。あっ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 、響き渡ったマジで。何しようてや、マジで。よし、出るか。うん、出よう。さあ、こいつにも聞くじゃん。そうやな、こいつ。まあ、サクッと解こや、こいつの謎。そうね、こいつレベルはな。聞いてくれよ。グーフィー、俺とっとこの謎を解いたんだ。解いたの。解いたなら解かせんな、お前マジで。考えろ。中古の謎やだ。中古の謎とかいう概念あるやん。図のようなタイルがある。この縦横で長さが違うタイルを隙間なく並べて正方形を作るとしたら、一体何枚のタイルが必要だろう。最低の枚数を答えてほしい。 5×5 の25。5×5? 5×6 じゃないの。あ、5×6 ごめん。30。あ、なるほど。え、でも、え、そんな簡単か。それはちょっと引っ掛けやろ。1段階目やろ。確かにそれ1段階目やな。うん、何やお前その反抗的な目は。めっちゃ、いや俺ルークのあれには厳しいよ。だって何。え、だって教授やもん。あ、そっか、すいません。うん、マジ待って、わきまえろ。お前なんか最近なんかちょっと謎解き道具で調子よったよ。すいません。いや、マジわきまえろ、ほんとに。すいません。改めてなんか自分と教授の立場の差って、お前単位やらんぞ。大学生じゃねえやろ、多分。ルークせ、あ、レイトン教授の授業取ってねえやろ、多分。なぜレイトン教授の授業取れよ。僕の授業を取ってよ。どうせろくな授業やってねえやろ。今日は世界遺産について学んでいくよ。おー、ありそうやけど。この前、エアーズロックに行ってきました。ほう。エアーズロックはね、すごいでかくてね、楽しかったね。おー、薄いな。今日の授業は終わり。うっす。何この授業。うん、一旦30でやってみるよ、じゃあ。一旦30でやっていいと。うん。知らんよ、お前。いや、教授がいいよけん、多分そうやろ。教授が今まで間違ったこと言ったことあるか。ねえです。ねえよな。ふっ、痛い痛い。あ、痛い。発想転換してみよう。転換しろ、発想。ピカラットが減ることにちょっとさ、うん、もうちょっとさ、うん、悲しみ覚えよ。ピカラット減っていいものとしてさ、この間違いを量産していくことは確か好ましくはないよ。確かにそうやな。うん、イントメダルはいいんやね。イントメダルは減らしていいんやね。うん、だけど 5×6 まで合ってるってことだよね。うん、 5×6、 そっからだ。正方形を作るとしたら、あ、わかった。え、10枚。なんで。5ミリの方を5枚積み上げたら、うん、あ、待って、10じゃないな。 2×5 だから、うんうんうん、あ、10枚で合ってるか。あ、そういうことか。うん、あ、な、あ、なるほどなるほどなるほど。高さと奥行きで正方形を作るっていう。全ての謎は。あ、なるほどね。天才じゃん。あれ、なんやこれ、なんやルーク。多分計算が違う、計算が合ってない。なんや、なんやルーク。2か、あ、20だ、ごめんごめん。20やろ。ちっちゃっ。これでも反応してくれるレベル5に感謝。やったー、さすがルーク教授。一生ついてきますぜ。やろ。あんだけ説教されよったのにな、さっき。あ、なるほど、そういうことか。ああ、せっかく答えを教えてやろうと思ってたのに、なんで勝手に解いちゃうんだよ。これは。お前が解ける謎を解けんわけねえやろ。バカが。次だ、次。次行こうぜ、次。クスクス。今度は誰探してるの。私は。そんなに面白い。何が面白いの。何が面白いってなんや、トム。え、怒られた。なんで。2つの会社が求人広告を出している。次の2点以外は全く同じ条件だとして、収入の点から考えてどちらの会社を選んだ方が得だろう。A 社、年俸1000万円、1年ごとに200万円ずつ昇給。 B 社、半年俸500万円、半年ごとに50万円ずつ昇給。半年俸、半年俸、半年俸、半年、だから、うん、1年、
1年目は1050万ってことで OK？ 1年目は1100万ってことで OK？ え？なんで？半年ごとに50万円ずつ昇給だから。え、だから最初500万でしょ？最初500万、で次550万でしょ？いや、1050万じゃないの？半年また立てるから。え、だからその次の年に上がるんじゃないの？あ、うんうん、半年ごとに上がるから、うん、1年では100万上がってるよ、 B 社。あ、最初の1年目はまあとりあえず B 社のような気がするんだけれども。と、え、本当に？ Oh my god。 What？ 福利厚生はどうなの？福利厚生は関係ないよ、ここは。関係ないの？うん、 B 社は休みがないよ。休みがないの？うん、じゃあ A 社に行きたいよ。 A 社に行きたいね。 A 社がいいよね。だって初日1年目で年俸1000万円なんでしょ？でも B 社はめちゃくちゃ美人な上司がいるよ。 B 社に行きたくなってきたね。B 社に行きたくなってきたの？うん、あの美人な上司？うん、それは直属？それとも直属じゃない？直属だよ。 B 社に行きたいから B 社に行くわ。わお、美人な上司。わお、美人な上司で決めた挙句正解したね。ひどいひどい、一番ダメな解き方した。正解したね。なんでなんでなんでだ。あ、ほらやっぱ最初500万やん。ほら1050万。貴様、え、1年目は変わらんやん。あ、1年目は変わらないのか。だってそうやろ、だってお前最初からお前入社しました、あ、200万円昇給です、うるせえ、早く進め、うるせえうるせえ。お前だって入ってきてさ、お前何もしなくて今からあの仕事教えてもらいます、あ、でもその前にあれだ、200万円アップです、あ、はい嬉しい、やったーみたいなことないやろっていう話なの、お前。そうやな。一生反省するわ。聞いてください、この辺で終わりにしよう。ドゥンドゥンドゥン、この辺で。本日は少し長くなってしまってしまいましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。よろしければ次回も楽しんでいってください。ではありがとうございました。またねー。バイ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 。